こんにちは、皆さん。安全おじさんだよ。安全おじさんは子供たちが安全に遊べるようにいつも見回りをしているんだよ。今日はみんながお家でいい子にしているので楽しいおもちゃを作ろうと思って持ってきました。じゃん。いないいない。ばー、素敵でしょう。これを作りたい人、じゃあね、画用紙を2枚用意してね。どんな大きさでもいいよ。その画用紙1枚を半分に折って、もう半分に折って、こっち側も半分に折って4分の1にするよ。そこでここの部分をまあ同じぐらいの太さに切ってください。切ったのがこれだよ。切るのが難しかったら大人の人にやってもらってね。あとはこの4分の1に合う大きさの紙をちょっと小さめにして用意して2枚。今日は分かりやすいように違う色にしてみるよ。これを市松模様のように編んでいくよ。上下上下上下ね。もう一枚を反対向きにして編んでいくよ。今度は下からだね。下、これちょっと難しいんだ。みんな頑張れ。上下上に、上にいった。はい、完成。よいしょ。はい、こんな感じです。そして絵を描くところはここの間のところをパカッて開いて、ここに1個目の絵を描いてね。そしたら2個目の絵は広げたところに描くよ。そうするとさっきのかわいいかわいいパンダちゃんみたいに、いないいないバーってできるんだ。実はこれね、もう一個裏側も使えるの。じゃん。安全おじさんをバケちゃんにしたよ。いないいないドロン。お化けちゃんだから消えちゃったね。どう、面白いでしょ。じゃあ大人の人とハサミを上手に使ってやってみてね。じゃあね、安全にね。